皆さんこんにちは、バカナズキラキラキッチンのお時間です。今日の食材はキャベツです。豪快キャベツ焼きナッツベーコン温玉ソース紹介します。あなたの食卓をキラキラ輝かせる、バカナズキラキラキッチン。さあ本日は豪快キャベツ焼きナッツベーコン温玉ソース。まずはキャベツを大きくカット、そこに竹串を刺していきます。これが上手に焼くコツなんですよ。続いてキャベツを豪快に強火で焼いていきます。そこに水を入れたら弱火で5分ほど蒸し焼きにしていきます。次にニンニク、アンチョビ、オリーブを火にかけます。香りが出てきたらそこにベーコンを加えます。香ばしい香りがしてきましたね。そこにトマト、玉ねぎ、ミックスナッツ、さらに白ワインを加えてアルコールを飛ばしていきます。そして生クリームを加えて、仕上げに粒マスタードと塩コショウで味を整えます。さあ蒸し焼きにしておいたキャベツは、いい感じに仕上がりました。あとはキャベツをお皿によそい、作ったソースをたっぷりかけて、最後に温泉卵をのせたら、豪快キャベツ焼きナッツベーコン温玉ソースの出来上がり。キャベツは焼くことで甘みが増し、柔らかな食感がソースによく合います。ベーコンやナッツのカリカリ香ばしさと濃厚なクリームソースの中に粒マスタードがアクセントになっています。チーズを乗せてこんがり焼いても